初代リンリス号公爵ジョン・ホープ初代、リンリス号公爵ジョン・エイドリアン・ルイス・ホープは、イギリスの政治家、貴族。1860年9月25日に、スコットランド貴族第6代ホープトン伯爵、ジョン・ホープとその妻エセルレットの間の長男として、生まれる。イートン公へ進学。1873年4月に、父の死により、第7代ホープトン伯爵位を継承した。 1883年から保守党の貴族院院内幹事に選ばれ、1886年には自重たる貴族院議員となった。さらに1887年から1889年にかけてスコットランド教会総会への直視を務めた。1889年から1895年にかけてオーストラリアのビクトリア州総督を務めた。 彼の在任期間中大きな連邦を改革があり、彼もその支持者であった。1895年から1898年にかけて第三次ソールズベリー公爵内閣で陸軍支払い長官。1898年から1900年まで同内閣の区内長官を務めた。1900年から1902年までオーストラリア総特権。 オーストラリア軍最高司令官に就任。1902年10月に連合王国貴族爵位のリンス号公爵に助せられた。1904年から1908年にかけてスコットランド銀行副総裁を務めた。1905年2月から12月にかけてはスコットランド担当大臣を務めた。1908年2月29日に死去した。社位は 長男ビクター・ホープが継承した。1873年4月1日に、父ジョンホープの死去により、以下の借位を継承した。1902年10月27日に、以下の借位を新規にノブされる。1886年10月18日、第4代ベントリー男爵ブラッケニー・イベリード、モリーンズの娘ハーシーと結婚。彼女との間に、以下の二男二女を設けた。 ありがとうございます。